今回っております。 では収録開始します。マイク始まります。F M なはハハハハハハ七十八点ゼロメガヘルツあなたの夢を叶えるラジオ J O Z Z O A Q F M この23日土曜日夜7時半になりました、えー、この時間からはワラバー研究所で30分どうぞお付き合いくださいませワラバー研究所当研究所代表研究員並びに沖縄の謎書きおじさんケー,ーでございますどうぞよろしくお願いいたしますさてそんな私とですね一緒に進めていきますのはこの方でございますお願いしますはいガナワですガナワコージですーケー,ーさん、はい。今日も年内最後ですか いよいよ最後でございます。ね、いよいよ最年、はい、で一週間終わりましたね。ええ、まあ実質ねあと一週間ね踊ればあるんだけど。今日 <laughs> ね放送はね、ま、今日で最後まあまあ、ね、そうなんですよ。今日さまたゲストさんがなんかアーティスティックな。もう。かてますね。もうね。これをさね。これをね。 こう、ね、ああこう飾るには、素晴らしい。本当にいい、い、言い方。にそうなんですよ。はい、はいえー。ではですね、はいえー、この番組はですね、ゲストさんにですね。自己紹介形式でですね、えー、こちら、えー、紹介していただいております。それではですね、えー、今週のゲストはこの方でございます。お願いします。はい、どうも。ええー、初浪人全流です。よろしくお願いします。いやえー、人え、かなさんも、け、はいしさんも。 僕で締めていいんですかもちろんですよ何をおっしゃるんですか何をおっしゃいますや大切なさっき言ってた一年を僕で締めていいのかどうかちょっと迷いましたよ。どんな方なのかってね、ラジオ聞いてる方いやいやいや、もう、当ね、なんか、もう、ここのとこずっとラジオにやわかしてるようで、もう全流でいいよなんて言ってる方が向こうにいらっしゃるようで、ちょっと怖いんですけど。 F. M. 那覇は、うん、えっと、初めてですか。えっと、この間、なおさんの番組で、はい,はい、はい、こちらの方で喋らせていただきました。あ、あ、じゃあ、あだったら、ね、<laughs> もうね、もうね、何をされてる方なんか言わ。<laughs> いえ、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 ありがとうございます。いや、いや、もうね、あの、僕ら、もね、本当にね。 最初まあ、僕ね最初、あのー、他の番組で初めて、あのーうん、ゲストさんって聞いた時に「どういうことなんだろう?」って最初 <laughs> もう、ね、初老人 でね、その肩書きだけでも最初、どういう人なのかなと思って、もしかすると気難しい人なんじゃないかなと思って、その番組が、その番組から謎かける番組なんで、なんか冗談とか言ったら、もしかしたら怒っちゃうんじゃないかと思って、俺、シーさんからこういう方がゲストですよって言って、写真とかさ、送られてくるじゃない、こういう方なんだ、こういうことされてる方なんだって、その顔の写真見た時さ、うわ、いかつそ怖っそうなんでしょう。 だから写真とかその絵だけでかなりこうみんなに惹かれる分があって、うん、その分さ<う>話をしたらさすごく柔らかいでい <laughs> いやいや、うんね、いやなんかねでもその書浪人っていう名前から前回ねこの間今この,、ね、この番組でも喋らせてもらうんだけど展示会の記事をね,ね書かせて、えーうん、記事にしてもらったんですよ。はい、でそのの時に記者の方が書老人と 初の初めてのあの、その、老人老人っていう漢字を多分耳に聞いた時にはそんな意味合いがあったのかなって思ったのがなぜかというと、初老人全粒子、かっこ65歳になってたんです。ああ。えあ年僕今56なんですけど、えー、え <laughs> バッと言ってたんですよ。 いやいやだから僕がこれを見てあ、うん、初老人ってやっぱりみんなイメージするとそういうふうになるんだなって実際に、ねうん、そうなんですよ実際に展示会に来ると、うん、僕が立ってると「うん、先生はいらっしゃいませんか?」って言われる。はい <laughs>

それを使ったプロフィールを作ってその前にドンって置いてあるんで見てあ本人だす本人さんですかっていうふうになってみんなが次に言うのがもっと老人だと思ったいう名前からそれを発送されてるので実は新聞記事にも65歳になって僕シルバーパス持ってることになってますんで実際はね秘書のねまねそうなんですよね そうなんです,よでございますね。はい、さて、そんなですね。では、あの全流さんを今回お招きいたしまして。はい、えっとです、ね、いろんなおしゃべりしてみたいと思います。はい、ええ、ではです、ね、先にこれ申し上げましょう。大事な大事なスポンサーさんでございます。わらわ研究所、この放送は仙台に拠点を置きます。住宅リフォームから元モリンガラス漏れが販売を手掛けております。株式会社ティーダさんの提供でお送りいたします。さあ、それではですね。えー、この後ですね。たっぷりと。 お話しさせていただきたいと思いますよそれではちょっとこちらをお聞きくださいどうぞ はぁ耕淳さん、このジングルのね、た匠匠うんち、あるんですけどね、毎回これ、いろんな方がね、ぷって吹き出すんですけどね、全流さんも、全流さんふっ、ふっ、吹き出す人の大体の傾向があって、少年、少女の心を持ってる人笑うの、これで。ななるるほほど、ど 持ってない人はスルーするんだけど持ってる方はここで分かるんだよねだからさいいデータが持ってましたね素晴らしいサブミナル効果ですねやられましたここでだって判断するねあこの方はあの少年ね子供の心を持ってるのかどうかすごい心理ついてますねいやいやもうねさてザですねそんな善流さんもですねこれはねわらば研究所でございますよねあの ええー、まあゲストさんのですね、うん、子供時代ちょっと聞いてみようかなっていう話でございますけれども、ね、いやいやなかなかこういう話する機会ないですもんねないんですよね本当、うん、で,ではですねあのまあえまあ本当もうここからですねもういきなりもう本題に切り込むけどもズバリ全流さんの子供時代はどんな子だったでしょうか、はい、えっとねあの沖縄方言で、はい、わらばっていう 入前にもつくじゃないですすかがありますねそのワラバといいううののと、うん、あととあ石垣でではこれがになるんですよって同じような意味合いで「ええ柳原」って怒られるんですね。はい 要するに余計なことをしたりそう大人を手で手で本当にもうこうなんかもう余計要するにもうやんちゃな子供たちのことをヤマングってそうでそれがそのやっぱりそう言われて父と母にはもうほぼ毎日のように怒られてましたヤマングって言われてですねえでもじゃあまあまあね今イメージがガンなんでじゃあるれですがもう部屋にこもって って、もう、そうですね、もう野山を削り回って、色も黒くてっていう、どうでしたな、ガナーさんもケイシーさんも、自分の幼少の頃って、遊び場ってどんどん変僕はもう完全に家の中です、インドですね、あ、そうなんですか、いいケイ,ンドインドシーさんはも 僕も外で僕もどちらかというと柳原場でしたまあ勉強嫌いだったしそれでいつも父ちゃんから怒られてさっきのようにお前余計なことばっかするなみたいう家で遊んでたら物を壊したとかそんな感じでだから結局うち僕の周りっていうのが僕43年生まれなんですけどその時代で兄弟だいが大体みんな5人ぐらいいるんですよ。 そうなんでその高度成長期に合わせて梅を増やせのそう昔健康有料事象ってあと覚えてますええそんなのあったかな覚えてます生まれて生まれて確かに3,000超えた子供そんなのあるんですか 健康有料児章って言って、はい国えー、国から粉ミルクもらったり。そうそう。そういうふうな子供っていうので、はいえー、ちょっとね、あの優先的な、でもそんな賞罰じゃないですけど、うん、そういうふうな表彰されることがあったんですよ。そうか。えー、そう。うん、だから、あの当時はやっぱり、その戦後、やっぱりその乏しいその食生活の中で、うんねうん、たくさんこう、ね、子供を作った人たちには、まあ、いろんな形であの恩恵があったっていうので、うんうん、その中の一つとして、健康有料児っていうのを、 僕は、僕じゃなくて、弟がそうなの。弟が、そうですで、結局、そういうふうな形で、兄弟が多いんですよ、みんな。うん。か5、6人いて、で、そういうふうな周りで、今、さっき聞いた、テリトリーっていう、遊び場ね、どこにいたっていうのは、実は、僕ら、石垣、僕、石垣なんですけど、石垣島では、自分のお家の前の道路あるじゃないですか、道。そこが自分のテリトリーなんですよ。だから、そう、向かいに住んでる。 幼ななじみ、む、うん、向かいのなりこれがね沖縄の石垣では、うん、アンヤーマンヤーシンターインターって言うんですよ。れこれ<ー>実は西東北南っていう言い方なんですよ。うん、そうだからアンヤーマンヤーシンターインターっていうと、はい、そう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 その周りにやっぱりその家族がいて、うんうん、でににねねなんかがいて、うんうん、で結局時間になって遊ぼうとなると、うん、その 道路に出てき遊ぶんですよ遊び場が公園なんていうのないんでその遊び場がその舗装されてない昔の道路車も少ないんで穴開けてそこでビー玉したりそうそういうふうな遊び場が結局私たちの前の道路なんですよそれは地域ごとっていうかまさにそう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 そこでだからその道路に集まったうそうそうううそうそ 多い時でね、本当15人ぐらい集まるんですよ。みんな知り合いですかみんな知り合いですか親戚もからそうそう、もうほに、そのねえねえ、ににがいろんなことを教えてくれたり、いろんな形でやるのがその場所なんですね、遊び場が。上下の幅もあるし、そうなんですよ。 今まで小学校で「ニーニーーー」で「あのよあのよ」って話してたのが中学に上がったらいきなり「ちゃんと兄さん」と読みなさいっていう風を吹かしてくるとる社会がちゃんとできじそう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 いう中で子供ながらにあなるほどなっていうものも学んだりしてそれが結局道路が隔てた町内が少し分かれるじゃないですか。そそうするるとままたのの前道路で集って グループができるグループ。どのグループの対立とかないんですか？あります。喧嘩じゃないけど、喧嘩じゃないけど、そうそういろいろあるんですよ。で、そのあの遊びの中で、あのね、石垣では猫ドンっていう遊びがあったり、猫ドン。そう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 。あのね、道路にこうあの線を引いてケンパしながら遊ぶ遊びがあって、麺粉クイアとか猫ドンとか、そうそれであの。 地域性によってものゲームっていうか遊びの名前が変わるんでちょっとオリジナルルールも入ったりしてでもそこにの喧嘩じゃないけど親でもないけどそうやって殴り込みみたいな形でゲームで遊んで対立し合うっていう形のものをやってましたででもそううい必要すよね結局そこで勝ち負けができるじゃないですかその勝負の中で悔しさを覚える。 で勝った時の喜びも防衛力、それはね、やっぱりね、そういうのはね、世の中ね、必要なんですよ。で、えっと、また故郷に最近とか、まあ帰ってるとか、した時に。はいはいはい。が、がっと変わってます。まあ、もう、もう舗装道路になってるんで、だから、そういう風な遊びをする子ともたちは。もう、もういないですね。ね、それはさすがに難しい。難しいですよね。で、それで、やっぱり遊び場も、今こういう風な時代の流れになって、僕ら時代には。やっと入ってきた、その、テレビゲーム。 はい、それがやっぱり少しファミコンのまだ前ですよだから小学校卒業して中学卒業する頃かな中学の3年頃かな、はい、ちゃんとあのファミコンが流行り始めた時代ですね、はい、そうだからその頃からはやっぱりお家のインドアで遊ぶ子どもたちが増えたっていうて、うん、だ僕がだから小学校今言うわらばと言われている時代には。 僕は自分のお家の周りが防風林でがこうなってるんですよその副木とあの桑の木があるんでそれを地面に足つかずにどこまで町内を <laughs> そう木を登って猿みたいにどこまでどうやって行けるかっていうのをやったらあのワンブロックの町内 12345678910、ね、軒ぐらい立ってるお家の周りの副着だけを回りましたね。だけでだけでやりましたやっぱりその時にいるんですよ楽器大将みたいなやつが。そうそ,その先輩なんですけど、うん、こいつが「これるもんならこい」って言うんですよ。憎ったらしいじゃないですか。結局自分と同じ年代の人ができるってなったら。うん 行かないとユーバーって言われるんですよ。ユーバー、あ弱いね、そうユーバー。なるほどなるほど。あたら石垣はねあのみあたらユーバーって言われるんですよ。そうちょっと小ばかりされた気になるんでじゃプチって切れてじゃ行くよ。無理してでも無理してでもまあ大人から見るともう大変怒られる状況ですよ三メートル三メートルぐらいのところからずっと木を登って渡って来る。 で子供の頃ってそういうところからね想像力という遊びとかねそこから子すよの子供の遊びってさ今聞いてもそうだけど自分を振り返ってみてもあれ危ないな危険だなって遊びとかやったやった子はそうやっちゃうんだよ大人になっちゃうとそれを今しもしですよ 今の場で同じようなことを子供もが見てるとしたらどう思います僕はね生還して下から見守る見守るやめろとは止めない気をつけろぐらいは気をつけてやれよぐらいは見守る見守って落ちそうとか何かしそうで危険な時にはやっぱり下に行ってそう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 そそう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  やめろ俺とそれでやっぱり自分が経験した限りで 3m のところから落ちても子ども我して骨を折ることはあっても死なないっていうのが分かってたんで,で自分も落ちたこともあってで落ちても痛いだけ打撲だけで別に骨を折ることなかったから。 その部分で人間のそのなんていうの体重もあるじゃないですか。<う>で落ちる場所。このとって意外と僕も木から落ちてちょうどその木が公園だったんだけど公園と樹木植えるところ間にブロック,ややロックそ。そこの方でバーンと落ちてで誰もいなかったんですよ。うん、でしばらくぐうと我慢して家に帰ってまあ何も言わずにっていう経験があるから意外とこ,こでもこでまあまあ頭さえ打たなければっていうところは、うん、あるんですよね、うん。でそれで一応ね。うん 逆にさ止めないって言ったけど見るって言ったけど逆にさんか自分から登っていってい伸登るとこ登ってさ確かにねあと10歳若かったらやると思うやると思う危ないことはこういうこと大丈夫なことはこういうことでグレーな中間は ここっていうのまで教えられたらいいなと思う。その同時にね、人目迷惑をかけない。そうそう、うん、そういう中で学んでいくもんだもん、ね。そう,ね、そうなんですよ。だから学んだので、うん、その、やっぱりそのングっていうところで学んだのは、うん、その今桑の実ってあるじゃないですか。はい、あれを朝から晩まで猿みたいに木の上で、先輩、その、その先輩、はい、あの、あの、ガキ大将みたいなやつが。はい 美味しいからおやつで自分もらえないからこれ食べるって行くんで自分も行くんですよ行ったら僕その時白い T シャツ着てたんですあれ全部染まるんですよね朝から晩まで食ったら3日間ずっとこれです猿じゃないですか3日間食って言ってそうそうだから結局学ぶでしょこんなに食っちゃいいかう やっぱそれ先のマイケド、うそうそう、登るのにっていうのそこ覚えるわけで、そう覚えるんですよ。だからそうやって自然の中で覚えていく動物を飼うという形その木の中で自分が登っているところであそこに鳥の巣がある、あのヒヨドリとあとメジロ、スズメでシイタケカラスの巣まであるっていうのが分かるとどういう風にしてどうやったらこいつらが ちゃんと育て,育て育ちしてどうやったら卵を温めなくなってヒナがダメになるとそういうのも,もうそう自然の中で自分も見ながらでやっぱり飼ってみたいという欲求が出てくると目白を飼ってみたりそれで野生の動物から学ぶことのいっぱいあるんですねそうだから虫に興味を持つで興味持ってても高校野球の甲子園が始まったら野球を始める。 はいはいそうでみんなが野球を始めて野球が終わる頃にまた戻ってくるまた何かが始まると何か始めるでこれの繰り返しです繰り返しでなるほどそれが幼少時代そうそうもうだから結局はその例えばね台風の後に下水ってきれいに全部流れてきれいになるじゃないですかねそうでで昔の下水って全部コンクリートなんですよはいで結構でかいんですはいで上のグレーチングじゃなくてコンクリートブロックがこうされてるんで世界ありますねで 境目が手が入る大人の手が入るようにちょうどねこういうふうに四角く削ら削られてそうそうそうそこから見るとこうやって見えるんだけど、下がもう台風の時は葉っぱも何もかもなくなるんで、そのガキ大将が行くぞって探検って言って中に入中に入ったんでしょ。一個ブロックガットを開けて入っていったんでしょ。でどうなりました。楽しそうなんで。 行こうっったんですよ。どこまで行くかと。行って行ってどんどん行って、はい、そしたらこの掛け大将は分かってる。自分がここ通,通れるけど僕が通れないの知ってて狭いとこ通っていくんですよ。その時体格差はあるの？僕の方が超大きかったけど。そ,でそしたら動けなくなっちゃったいでえーはまって。はまって。これはやり方だったわけです、ね。もうだからややばいこれ動けないやばいやばいって思ってる時に、はい、もう。 どどんなななにに動いてもどうにもうならないでここで騒ぎ立ててなんかすると恥ずかしいしこの先輩がまた泣いたら泣いたで、うん、ずっとなんか言い続けるこれ黙ってどうやって抜くかを考えようと思っているうちに日が暮れたうわこれ体感時間と実際時間はどんぐらいもうもう3時間ぐらいあったかな実際は。そうで これやばいと思ってどんどん僕の上を車が通り過ぎるゴミも落ちてくるこれじゃあもう絶対に俺は親父にまたやられると思ったのよだからまずいと思ったんで洋服を全部脱ぎ始めたのそしたら滑っていってそう滑っていってそれをまた洋服着れば出れると思ったんでどんどん脱ぎ始めた頃に 上のブロックがボコッと開いたのよあら <laughs> それら開けたら開けないあら<ー>開けたら僕すっぽんぽんでしょ、ねはい、その時に見えた顔が親父と先輩ななぜ寄り寝てこのタイミングでそのおじさんがそのその,、うん、その先輩のガキ大将が親父にちくったの あちくたけ報告ってかそう助けてあげれみたいな形で言ってるけど余計なお世話なのでこっちからすると自分でもあるのある時にえっとまあ親父が来なければ抜け出ました抜け出たと思うただ抜け出たとしても夜遅いから僕が帰ってこないっていうんで結局は怒られそう一るかのそ一緒だのよだけど開けた瞬間もう親父はもうあまりにも 僕が驚いた顔と裸なので、笑ってたの。ああ、そう。いいよ。あそこね、なんか大爆笑してたの。そしてたの。そしたら、その悪ガキのニーニーは、もう腹抱えて笑ってて。いや、お前なんで裸だ。裸ば、裸ばって。あ、いや、やばい、これあだ名付くなと思いましたよ。もうそれしかなくて、で、そしたら、もう引きずり出されて。で、な、親父が、あ、蓋閉めろ。 うんふたし飯はその蓋の上にお前ひざまずきして座れいやひざまずきそうはあだからもう指さして笑ってるのはそのガキ大将、はい、もう理由は何があったのから父から始まるじゃなん、うん でそれがもうどん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 やってたそれがもう僕の中でのトラウマで閉所恐怖症になりましたそうですかさすがに閉初恐怖あの時代の親って怒るときひざまつきさせますよねさせます僕もの膝裏にさ棒さありました挟んでね大きな棒入れられてさあれダメだよな今みたいな感ですったんでさやられてさあまあまあまあ告知があるんだよねはいあいやいやもうなんとなんと全流さんの子供もたの話が面白すぎて

っていう形に変わってます。はい、女村まで皆さん、えー、朝10時から夕方6時まで、1月7日までやってますので、でね、ぜひあの、はい、いらしてください。はいえー、土日は僕、在庫するようにしてますので、はい、ぜひ説明を聞いたら体感して面白い全粒の世界が見えます。はいはい これがね、もう年明け一月七日まで。あまあ、まだまだですね。来週はこっちの書のこ、書のお話よね。そうですね。いや、もう、話の引き出しが多すぎて。あの時の、このね、想像力、その、子供の頃の、その同心に持っている、さっきのように。あのね、あの、うんちで笑っている、あの、全流さん。あの、ね、あの、やっぱ。あるから、その感性、がもしかしたら、この書にも。 あるかもしれないぞ。いや、うん、間違いなく。それです。なるほど。はい。あの子供のコロナの自由奔放な気持ち。そのままに、こう。そうですね。もう感性はもう、その石垣島の育った環境で育てられました。はい。いや、本当です。今日は、たくさんのお話、ありがとう。ありがとうございます。では、ステイ先に、こちら申し上げます。ね、わらば研究所、この放送は。 に拠点を置きます。住宅リフォームから元祖モリンガちゃんの販売を出かけております株式会社ティーダさんの提供でお送りいたしました。 さてさて高純さん、はい、あのですねまあ先にねまあ先も申しましたけどなんと今年最後の放送でございまあそうですねです今年一年ありがとうございましたいやいやいやさんありがとうございました、えー、それすべてね,、えーねえー、前さんまたね今週また来週またよろしくはいよろしくお願いしますしお願いいたしますねえー、それでですねまだ、えー、この一年間聞いていただきましたリスナーさん本当にありがとうございましたまえー、引き続き2024年もよろしくお願いいたします。 さて、それでは時間いっぱいでございます。わらば研究所、えー、今週は本当ね,いやもうねまあ今年最後の放送でございました。改めまして本音を申し上げます。では、担当、私、ケイシーと、そしてテキスト、この方でした、はい。初老人全流でした。皆さん、良いお年を先に言われた <laughs>、はい。ありがとうございました。来週も来てね。来年も聞いてね <laughs>